桜の宮駅は大阪府大阪市宮古島区中野町五丁目にある西日本旅客鉄道大阪環状線の駅である。駅番号は JRO09。駅シンボルフラワーは桜である。大阪鉄道の玉摩造駅梅田駅間開業の2年半後に設置された。昔は放出駅マイナス申島駅桜の宮ママに桜の急線というものも存在し、 片町線ともつながっていた。南口東口相対式ホーム2面2線を有する高架駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。有効長は9両編成分あるが、山和寺快速の6両編成は京橋駅より端から6両分のみ停車する。西口と東口があり、エレベーターは東口、緑の券売機プラスは西口にある。ホームは、 大川側から見てやや左にカーブしている。長らく乗り場番号が存在しなかったが、2006年9月中に乗り場番号が付与された。駅のすぐ西側に大川に架か,かる淀川橋梁があり、ホームの西端は橋梁内にある。西口改札口は大川の堤防に架か,かる築堤上にあるため、線路面とほぼ同じ高さで線路南側の地平にある。 通常は西口から階段で地下道に降りて内回り外回りのホームへ階段で登るが図王局の通り抜け天神祭りの混雑時には西口横と内回りホームを直接結ぶ臨時通路が使用される東口は改札が高架下にあり高架の両側を結ぶ自由通路に出る通常の高架駅であるかつては東口は北側にしか出口がなく 南側からはガードをくぐって迂回しなければならなかった。また、自由通路設置前は、東口に緑の窓口があった。駅長室が東口に存在し、またかつては東口の方が利用客が多かったためである。1996年の大阪アメニティパーク、開業後は西口利用客が圧倒的に増加したため、こちらの方がメインとなり、 緑の窓口も西口に移転した。環状線に沿っていた国鉄生産事業団用地の築堤を2001年に再開発のため取り壊した際に東口の自由通路が設置された。自由通路ができる以前は西口から東口までの移動は不便であったために、かつては西口利用の緑の窓口利用者には無料のホーム通行券を渡して、 ホームを通って東口へ誘導していた。京橋駅が当駅を管理する直営駅。アーバンネットワークエリアに入っており、愛顧家が利用できる。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、大阪出身の大塚愛の代表局。 桜んぼが発車メロディとして使用されている。大川の桜や駅名の桜にちなんでいる。2019年度の1日平均乗車人員は17,550人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅周辺には古くからの住宅も立ち並ぶが、大川を越えると帝国ホテル、大阪や、 大阪アメニティパークがそびえるビジネス街となる。また、大川沿いの桜並木や造幣局の桜の通り抜けがあり、春先は花見客で賑わう。7月の天神祭りの際には交通規制がされるほどの混雑となり、夜の帰宅時間の頃には駅前に電車待ちの行列ができるほどである。東口には小さなロータリーがある。また、 西口と東口に駐輪場がある。なお、当駅前にはタクシー乗り場はない。明治時代には、網島駅に通じる路線が分岐しており、また駅北側に広大な淀川駅、淀川電車区が存在していたために、当駅周辺は廃線移行が数多い。しかし、近年再開発が進み、移行は急速に消滅しつつある。上等線が、 昭和初期に高架・電化された際、急線の外側に隣接して線路を付設した。そのため、環状線東部の内側には、廃線跡の土地が並行していた。当駅は大川を越えるために、築堤上に設置されていたため、廃線跡は20世紀末まで残存していた。淀川駅、淀川電車区の跡は、再開発で桜の宮リバーシティや大阪市立、 総合医療センターに生まれ変わり、面影はほとんどない。淀川駅に隣接していた日本通運の倉庫はホームの構造になっており、貨物駅跡が道路になった今も貨物ホーム跡であった面影を留めている。淀川電車区から京橋駅に通じる出入湖線の跡は道路の湖線橋や築堤が取り壊されて、後に建物も立ち並ぶようになり、かつての面影は、 急速に消滅しつつある。また、京阪電気鉄道は、かつて自社の保有する京阪本線と新京阪線の梅田乗り入れを果たすべく、京阪梅田線なる鉄道路線を計画していたが、同計画においてはここ桜の宮駅の東側で上等線の下をくぐる予定になっており、その名残として、京阪が設置費用を負担したガードが残存し、 京阪電鉄の小ししの名がついている。さらに、国鉄が地上を走っていた時代の名残である、駅南側の築堤には、梅田線のホームが建設される予定であったが、国鉄の社宅地に転用された。また、この築堤をくぐるカードは、明治以来のレンガ積みの校門が残っていた。この築堤は、取り壊されて、現在はマンションに転用され、レンガトンネル部分の築堤は、 撤去されて明るく間となっている。ちなみに現在の西口がホームから離れているのはこれが理由である。現在も残る明治時代の遺構は大川橋梁の橋台と駅東側のガード部分に残る橋台だけである。特に幼稚園付近の橋台は4000分残っており、明治時代に東駅から網島駅へ向かう路線が分岐していたことを示す唯一の遺構であり、 大変貴重な存在である。出典、ありがとうございます。